どうもこんばんばはクニオです3月日日金曜日の夜ですえっ、ー、と今日は2本目の動画なんですけどこちらはちょっとあの近況と告知動画という形で短めにお届けします。えー、と今週末どんな風に過ごしたいな、えー、と来週週明け3月の最後をどうしようかなと思ってる人は聞いておいて損がない情報と私は思っていますので、えー、と最後まで見てくださいお願いいたします。えっ、ー、とまあ今日の段階近況ということなんですけど。 まあ、ハローを見る、ハローのね、さまざまなあ動画を見るなんていうのは、まあ、いつもやってることなんですけど、タイニータイニーがね、えっ、ー、と、現体制最後ということで、丸3年ですかね、えっ、ー、と、加藤のり子さんとマコトさんがあの繰り広げていたわけですけど、そちらに対してさらさらとお話し,したいなと思っています。これも短いから。えっ、ー、と、加藤のり子さんはあれ、確かねアイドル共和国からのなんて桜っ子、 的な桜学院的な桜子はもっと後か的なねやつだった気がするんですけど、えー、と私が大好きな、えー、と松浦綾の「ファーストキス」が出る前までナンバーワンアイドルアルバムと思っていたメイビーードリム田田村子田村子子の同級生ですね、まあ、それがどうしちゃった話ですけどまあそれであの当時のアイドル雑誌とかなんだとかっていうのに。 加藤紀子さん狙いでってわけじゃないけどものよく拝見してたというのが思い入れ思い入れです。ね、なかなかあの何んですかね出しゃばらずその代わりこのパンチの効いたねスパイスの効いたといいますかコメントで誠、まあ、さんのなんかボケもうまくあしらい拾いみたいなね <laughs> けどいい雰囲気だったんでまあ残念ではありますけど、えー、とお疲れ様でしたって感じですね。 マコトさんももういつまでも僕マコトさん大好きなのはシャランキュードラムスマコトですともうこの一言で全部いいと思いますシャランキュードラムスマコトですそう見てますあといつも楽しいトークですねマコトさんしか出せないキャラクターそして雰囲気素晴らしいですねまた何かの形で二、えー、人とももう僕にとっては毎週楽しみにしていたかったな 出てきてててききいいただきただなんて思っておりますじゃあなんか僕言うのは変ですけどお疲れ様でしたみたいな感じで、えー、とじゃあそして、えー、と先ほど申し上げましたが明日なんですけど3月の28日もこれ見る時には当日だ人もいるでしょう8時から20時ですねからうちうさぎの羊あの概要欄に場所貼っときますんででまあハローの見たり聞いたりしながら喋って飲もうよってことです そういう会を作ります。で、なんか気持ち的には23時半とか24時ぐらい終わりでいいかなと思ってんだけど、まあ、まだ残りたいとか話したいよ。ってい人いたらあの朝まで行ってもらって結構です。ただ、僕寝てると思います。<laughs> その辺、ちょっとあのご理解いただいてという感じでえっ、ー、と来ていただければと思います。新大久保大久保駅なんていうのが最寄りで新宿からでも10分ちょっ10分前後ぐらいかな。早い人だったら10分ぐらいでえっ、ー、と着く場所にあります。 できる人は、えー、明日とということでしましょう。こししまょあと3月の30日ですねこれちょっと重要で前回のひなフェスの時にもお話ししたんですけれども参加の仕方というところえっ、ー、とこれえっ、ー、と別に全員ダメって言ってるんじゃないですあと来てもらって結構なんですけどこの動画を見ている人は僕を知らない人でも参加できますのでその説明を最後まで聞いてください。えっ、ー、と私 YouTube チャンネルをすごく頑張りたいというふうに思っておりまして現在1 1>, 1ヶ月と3週間経過しました。で、チャンネル登録者数がちょうどさっき見たとき300人だったんですね。で、これは1000人にいかないと、YouTuber 的なところでは物語が始まらないところがございまして、ちょっと皆さんも、あの、友達に紹介していただくなんてことをちょっとおがましいですけど、できたりしたら最高ですし、まだもしチャンネル登録なされていないようでしたら、ぜひこの機会に、もうしょうがねえな、お前と。もう、押すだけだぞ、この野郎と。 思っていただいて結構なので、あの、ご協力いただければと思っております。えー、そして、そのチャンネル登録をされた方というのが、参加権利なんていう、ちょっと、あの、なんですか、いやらしい感じでやらせていただいてますので、 えとまずチャンネル登録とそしてえっと17時半からかな、えっと、月曜日はですね30日は17時半からうちに来ていただいて結構なんですけどまあホームパーティーの,その食べ物を食べてもいいよとか持ち込んでもいいよとかあと飲み放題はまたちょっと料金をかけてなんてやっているホームパーティーの範囲の参加費用なんていうのもありますんでそちらの方はご了承いただければと思っておりますそれもあの概要欄しっかり載せておきます。 でパーティーというか上映とか結局何してんだって言ったら、まあ、飲んで話して一緒にコンサートさながらまでは行かないでしょうけど一緒になんて言うんですかこぶし組こぶしファクトリー当然ですねの卒業というのを、まあ、前,前段階実際放送、えー、なんていうんですか生の段階そして終わった後 なんていうのを空気として一緒にした思い出にできればなっていうのが考えているのが一番です。まあ、あとこれ遅れてくるよって方ご安心ください。うち大体終わった後再放送してます。<laughs> なのであの生を逃しても実は終わった頃来てもちゃんと見れるみたいな感じで。で音はまあそれなり数百何年か前だけど数百万みたいな機材で鳴らしてはいるんでいい音は出てると思います。映像は ちょっと電波とかの何ていうか状況に干渉されるところはあるんですけどでもまあ録画をしてやるやつは綺麗な映像リアルタイムだとちょっとちょっとなんかタイムラグ出る時があるなっていう感じですねまあその辺はご了承くださいでまあそんな形でえっ、ー、と YouTube チャンネル国をチャンネルご覧の方々というのは参加権利がありもしお友達とかでも来たいよって方は一度コメントいただけますとあの私の方ハローウォーターは全世界中友達だぐらいの 悪いやつだからといって友達じゃないっていうのもおかしいからぐらいの感じでやってますからあと本当にヤバそうだったら結構もう何万人と人見てるからあの見抜けねえ方じゃないからあの大丈夫だと思う <laughs> そんな感じですなので、えっと、今日は、えー、金曜日の夜ですけれどもちょっとまあ皆さん様々ね、えー、予定も予定通りにならなかったりお仕事の方でも制約あったりとか。 遊びの方もそうですよね。あるでしょうけど、まあ、こういうやつがいるんだよということで、えー、様子見ていただければなと思ってますね。あ,あと、うちに来た時はちゃんと密閉空間じゃなくて、風通しよくしてますんで、あと、花見も、は花,見,は、まあ、花見,見えねえけど、見えると,とこ近くにあったりするんで、それがテラで、ちょっとお話していきましょうよ。てな感じですフライデーナイトでした、国尾でした。じゃあ、素敵な週末と月末、えー、と一緒に、まあ、お会いできない方々も。 気持ち思いは一つみたいな形で過ごしていきましょうまたね